今回はいつものもっと自分の町を知ろうの事務所を離れて福岡市博多区下呉服町にある福岡町屋喫茶主婦峰子さんからお送りします。おかみさんの中村峰子さんにこの由緒あるお店の由来をお聞かせいただきたいと思います。こんにちは、中村峰子と申します。でここは150年以上の町屋になっておりまして、前古賀宗兵衛さんという現用車の社員の方のお家だったのを主人の祖父が買って住んでおりました。おじとおばが酒屋を営んでおりまして、そこを今も峰子というお店に改装してお店をしております。始まりました現用車チャンネル。解説は現用車とは何者か、ご著者であり一般社団法人もっと自分の町を知ろうの浦部昇会長です。浦部会長、本日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。では今回はですね、この峰子の息子さん、九州大学の経済学部、はい、2年生ですかね、はい、中村弥勒君、はい、弥勒は海の海陸、海の陸と書いて弥勒君に、まあ、現用車について、素朴な質問を浦部先生に、はい、お聞きすると、こういう流れでいきたいと思います。では弥勒君、質問をしていただくんですが、その前にですね、はい、弥勒君の周りで現用車のことを知ってる方ってどれぐらいいますか？まあ、ほとんどいないって言っていいと思います、うん、同級生とか同世代にはほとんどいないんですけど、歴史好きの知人がいるんですけど、その人が遠山満っていう名前を聞いたことがあるっていうぐらいですね。はい、近所とかどうですか？近所ですか、近所の小学校中学校が一緒だった地元の友人とかいるんですけど、多分知らないと思いますね。あんまりそういう話はしたことないんですけど、そんなに興味もないとは思います。はい、ということで古賀宗兵衛のことも知らない。はい、知らないと思います。もう今日は思う存分先生の方に経営者について、はい、質問をぶつけてください。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。先生の本を読ませていただいて、でその中からこう気になったことというか詳しく聞きたいことっていうのがいくつかあるので質問させていただきます。まず現用車は明治時代にできた団体だと思うんですけど、幕末の明治維新を起こした勢力っていうのが薩摩藩、長州藩とか、あと福岡に筑前勤王党っていうのがあったっていうふうに勉強したんですけど、そことは現用車はどういうつながりがあるんですか？どういうつながりっていうか、筑前勤王党の流れを受けてるっていうふうに思ってたらいいですね。流れを受けてる、それは思想を受け継いでるっていうことなんですか？そうですね、現用車っていうのが明治12年に出来上がった、はい、で旧福岡藩の士族たちが作った団体ですね、はい、自由民権運動団体でしょ。で母体となるのが、まあ、その幕末の党党の考え方を受けてる。遠山満さんの本とかを読んでて、結構西郷隆盛っていう名前が出てきたりとかもするんですけど、そのあたりはどういう関係だったんですか？まず一番筑前福岡藩の第11代藩主、はい、黒田長広という殿様がいるんですけどね、はい、この黒田長広っていう名前から多くの方がですね、みんな福岡藩黒田家、黒田の血が流れてる人というふうにみんな思ってしまいますよね、はい、どうしても黒田っていう名字だから、はい、そうです。でもこの黒田長広っていう人のお父さんは薩摩藩主だった島津重秀なんですよね、はい、つまり薩摩島津家から養子として福岡藩の黒田家に養子として入って殿様を受け継いだのが黒田長広なんですよ、はい、でもうそこで薩摩とつながり、はい、もうそこでもうつながってる。結構こう交流っていうか幕末はあったんですかね、福岡藩と薩摩藩。もう幕末の薩摩といえば、はい、島津成明の名君と言われた、はい、島津成明がいますよね。あの島津成明と黒田長広って2歳違いなんですよ。はい、2歳違いのも兄弟っていうことですか？兄弟じゃないんです。いとこになるんですか？いとこでもないんです。どこでもない。島津成明から言えば、はい、2歳年下の王子が黒田長広なんですよ。あ、そうなんですか。いびつでしょ。血としては遠い。いかに島津の重秀が年を取っても子供がたくさんいたかっていうこと。あ、なるほどなるほど、そういうことか。だ
だから年は黒田長広の方が2つ島津成明より下だけども、はい、島津成明から言うと王子になるんですね。なるほど。でも江戸の島津の藩邸では2人とも兄弟のようにして育ってる。もう腹の内はよく分かってる。あ、そうなんですね。だからもう島津成明が自分の腹心として西郷隆盛をすごく大事にしたでしょ、可愛かったでしょ、はい、ただお使いで福岡藩にのやってきて、はい、黒田長広に、あ、これはあの殿から薩摩の殿からのお手紙です、神みたいな感じでお使いでやってきてるわけですね、はい、だからもう当たり前のようにこう交流があるという。なるほど、そうだったんですね。でその西郷隆盛が戦乱戦争を最後起こして、そこで自刃して亡くなると思うんですけど、その影響も何かあったんですかね、福岡で。明治6年の時に、最後は俗に言う青函論っていう、はい、今のですよ、今の歴史の教えで明治6年の青函論に敗れた西郷が薩摩に帰ったっていうことで、はい、薩摩で私学高等を作るわけですね、私学校を作る、はい、だからこれが一つのモデルケースとして、地方自治のモデルケースを非常に優れてたんです。つまり地域産業を起こす、それから地域の学校を起こす、はい、で次の世代の若者を育てるというモデルケースになってて、で日本全国から結構鹿児島にやってきて、西郷先生が作られたモデルケースを勉強に来てるっていうのが結構多かったんです。福岡からも、やっぱり福岡藩からも、もうどういうものを西郷先生は作られたんだろうということで見学に行ってる、はい、もう確かにそこら辺でよく交流はあるわけです。じゃあもう幕末からずっとそういう、ずっとずっと薩摩藩とかとも関連があって。そうです、ありがとうございます。じゃあ次の質問をさせていただくんですけど、原用者、例えば中国の孫文であったりとかの辛亥革命とか、うん、朝鮮の革命を支援したりっていうことがあったと思うんですけど、なぜアジア諸国の独立を支援したのかっていうところがすごい疑問に思ったんですけど、それはどういう考えのもとだったんですか。まあ、これはもう地政的な問題でしょうね。あ、地政的な、地理っていう、地理、九州でしょ、はい、九州福岡から原用者で立ち上がったわけでしょ、はい、ただ先ほどの江戸時代の話から言うと、はい、江戸時代は朝鮮通信使が江戸まで行くわけでしょ、はい、その通過点の一つが福岡藩の愛の島な、行ったことある？猫がいっぱいいる。そう、はい、今国際的に猫の島って有名な愛の島、はい、あそこは必ず朝鮮通信使が対馬行き、そして愛の島って、そしてこう、ね、下関通って瀬戸内海通ってというふうにこう、はい、通っていく。そうすると、やっぱりここで、朝鮮の情報というか文化というものがこう入ってくる、はい、で近いって分かるでしょ、まあ、昔からよく言われてるのは朝鮮の政治状況、それから大陸の政治状況がもろに受けるところがゴール、九州博多でしょ、現行もそうでしょ。そうですね、日本のもうそれこそ最前線にいる、はい、で大陸とか半島の政治情勢が乱れると、その余波が直接にやってくる場所がここない。あ、じゃあ日本の中で一番最初に入ってくる。そうです、ね、国防の最前線と思う。そうすると朝鮮、大陸、この地域の政治状況が安定しなければ経済的にも発展しないでしょ、はい、そう、政治がもう国の中がぐちゃぐちゃになると経済的にも発展しないでしょ、皆さん豊かじゃなくなるわけでしょ。そうですね。そしたら朝鮮半島、大陸の政治状況に敏感になるでしょ。当時のその明治時代どうだったかって言ったら、もう朝鮮半島全域にしても、もうフランスだとかアメリカだとかロシアだとかもう侵略されてるわけでしょ。帝国主義の時代です。そう、もうぐちゃぐちゃにいられてるでしょ、はい、もうフランスなんかも占拠者を送り込んで、朝鮮の布教を始めて、布教とイコール、まあ、侵略だから、はい、そういうことやってるし、大陸は大陸でイギリスが遠征層を仕掛けて、もう半ば反植民地状態になって、はい、そうすると国が乱れる。国が乱れると次にどうなるかって、日本がこんな状態になるんですよ、はい、だからそこに対して大陸朝鮮の政治状況を安定させないと、日本の国防の最前線の博多はぐちゃぐちゃになってしまうという、はい、その意識が非常に敏感だったというところ。なるほど、なるほど。政治状況を政治を安定させよう、治安を安定させようという考えがものすごく強いです、はい、なるほど、なるほど。この感覚はやっぱり私も東京とか大阪でもいましたけどね、はい、全然違う感覚は、もう全く違う。敏感、敏感。
だから孫文を支援したっていうのはもうやっぱり大陸の政治状況を安定させたいっていう気持ちが非常に強い、はい、同じように朝鮮に対しても同じ気持ちで、その支援っていうのはその例えば福岡のその原用車から日本の政府に働きかけてこう公的にというかそういう支援の仕方じゃなかった、うん、違う、日本政府の場合はもうすでにどちらかというと、はい、イギリスアメリカの影響力にあるでしょ、はい、で原用車というのはもうどっちかというと最初立ち自由民権運動で立ち上がった時から、はい、この政府を監視役監視するっていう、もう考えから最初にもう見てるわけ、欧米列強にこうなんていうのか魂を売るじゃないけど、はい、それをやったらもう東洋全部アウトになるっていうのが分かってるから、政府を監視しながらかつ民間は民間で、はい、大陸朝鮮半島を助けようという、うん、そういう行動をやってた。なるほど、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ次の質問をさせていただきます。原用車は自由民権運動だったっていう話を聞いたんですけど、はい、自由民権運動といえば土佐の板垣退助が始めて、でなんか最初はやっぱりそこと連携しながらやってたみたいな感じだったみたいなんですけど、なんかこう途中でその土佐の勢力と対立するようになったというか、自由民権運動っていうのはその国会を作るっていう運動ですね、うん、あれは。で国会を作った後に原用車が選挙干渉とかをしてたりして、そこがすごい不思議に思ったんですけど、そのあたりはどういういきさつがあったんですか。あのまず選挙干渉に関しては、はい、原用車の特権と思ってる人が多いけども、はい、当時の新聞を全部眺めていったら、はい、あの選挙干渉って日本全国で起きてる。あ、もういろんなところであった。いろんなところで、当然土佐でも起きてる、はい、福岡でも起きてる、東北の方でも起きてる。あ、そう。自由民権運動の人でみんな そこで全部やってる、はい、ただ注目するなんていうかな、原用車がやっぱりそこの時に突出してるもんだから、はい、そこにみんなフォーカスして、選挙干渉イコール原用車と思ってるけど、新聞読んでみたら分かる。その当時のバックナンバー全部調べたわけで、日本全国で選挙干渉をやってる。あ、そうなの。選挙干渉っていうのは何が目的というか、その何に対して起きたんですか。当時の日本の国会を国政が開かれた、で 議員が送られた、はい、でその時に政府を主体とする、まあ、政府与党で 民権派というのは野党だった。だけど野党の方が議席数が多かった。もう逆転してるわけ。その時には民党側だった、自由民権側の方がこう、はい、議席を取ってたんで、はい、地租改正問題、つまり税金を安くしてくれという意見がすごく強かった。で与党の政府側としては、今は先に進めなきゃいけないのは減税 もう確かに大事だけども、はい、今国が存亡の危機に達している、その、国防をもっとこう強くしないといけない、軍艦をたくさん作って国防を高めたいっていうことを意見言ってる。だから国防予算をもっと取りたいって言ってる。でこちらの、民権側の方は、いやそんなよりもあの税金安くしてくれっていう、その対立だったよ、はい、なるほどな。でその全体の流れを見た時に、原油車とすれば確かにその税金も安くしなきゃいかんかもしれんけども、はい、でも 今の状況を見た時に、はい、これ日本が生き残るかどうかの瀬戸際のね、はい、時に軍艦を増強した方がいいという判断です。でこれは政府側についてもう政府が議席を取れるように、はい、つまり半数以上取れるように、はい、政府側の議席を取れるようにということが起きたのが選挙区で、これであのよく言われるのが、原用車があの民権から国権寝返ったっていうけども、そうではなくて、その 大きな観点から見て日本が置かれた状況、あ、はい、欧米がガン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 朝鮮半島から大陸からも侵略してる、はい、でこれが侵略されたらもうその余波で日本も侵略されるっていう、 この、はい、これをじっと 見てていいのか原用車ってなったわけ、うん、日本いいのかそれでって、はい、ここであの日本が頑張ってアジアの防波堤になって、欧米列強 その、他のアジアの国々をこう侵略してるのを止めるのが、はい、もう日本の役割だろうということを原用車は主張してた。あ、そういう選挙干渉だったんですね。 そういうの。それがあった直後というかに日清戦争が起きるんですよね、うん、そう。なるほど。じゃあまあ結果的にその国防というかこう軍事的なものに予算を避けるようになって日清戦争に入っていく。これ新国は新国で、はい、中国ね、満州政権の中国だけど、これはここで海防予算を厚くして、はい、でそれぞれ海軍を作っていったわけ。向こうはもう自分たちも侵略に対して、欧米の侵略に対して
はい、自分たちの国も解剖予算を取って、はい、軍艦を備えてっていうことをやってた。日本がそれもやらないとやっぱり同じようにイギリスだアメリカだフランスだドイツからやられてしまう、ロシアからもやられてしまうという、はい、その危機を乗り越えなきゃいけなかった。その日清戦争っていうのはなんかこう朝鮮の暴動っていうかあれがスタートみたいな、うん、なんか一般的にはよくそういうふうに言われてるでしょ。でも私がいろんな本を読んでえって疑問に思うのは、はい、ここでどうして明治17年19年の長崎で起きた事件をねどうしてあげないんだろうっていうのがもうすごい不満というか。長崎ですか。長崎で清国の北洋艦隊が大暴れしてる事件があったわけ。あ、そうなんですか。それが出てこない。なんでこれ扱わないんだろうっていうのがすごい不満。国の艦隊が日本に来て、うん、暴れたっていうのはそのこう乱暴を働いたっていうことなんですか。市街戦やってる。あ、そうなんですか。だから日本徳川幕府の時代に欧米列強と条約を結んで、はいはい、でこれ不平等条約って例えば、イギリス人だとかアメリカ人が日本に来て犯罪を犯すでしょ、はいはい、だ普通だったら日本の警察が捕まえるでしょ、はい、捕まえて日本の裁判所で、はいあなた、はい刑務所で禁錮5年とか言ってなるでしょ。これが当時の徳川幕府が欧米列強と結んだ条約ではそれができない。あの領事裁判権、そういうことです。でそれと同じように清国、中国満州族政権の清国とも日本はその条約結んでる。だから清国の船が長崎に入ってきて、はい、暴れてあの日本人にこう殴ったりとか、はい、それから物を取ったとしても、うん、日本側の警察が捕まることができない、うん、裁判にかけることもできない。なるほど。でそれを見越して清国の水兵たちが、ね、日本でこんなどんちゃん騒ぎして暴れたって、はい、日本の警察に捕まらないんだからって言って大暴れしたわけ。ああそうだ、ね、集団で大暴れ、長崎の街の中で日本の警察軍と一緒にすごい市街戦で、それをその事件があったために、はい、これじゃいかんじゃないかって日本もそのまずはまさか清国とそんな状態になると思わないから日本もそれに対してちゃんと解剖予算を取って軍艦を作って、はい、清国の軍艦から舐められたような対応できないように、はい、こちらもちゃんとやろうと、はい、それがあの根底にある。ああそう、選挙干渉の、はい、そこから日清戦争に入っていくんです。 それは知らなかったですね。もうそれがすごく僕はもうすごい不満だねですね。学校の歴史の授業とかではもう、うん、その朝鮮をめぐって日本と清が戦ったっていう、うん、そこしか習わなかったんですけど、うん、そういう背景があるんです。で日本の教科書にはあれじゃあのビゴーというフランスの漫画みたいな風刺画みたいな、そう、はい、それをこう出してこれ見てごらんって日本と清国で朝鮮を釣り上げようとしてして、はい、その橋の後ろにね、はい、あのロシアがじーっと見て、はい、玉の利を見る、はい、そういうのあるでしょ、はい、あれであの当時の日本は中国はロシアはあんな感じだったんだというイメージでみんな見てしまう、はい、あれでインパクトすごい強いでしょ、はい、でもあれは書いたビゴーという作家はどう何をやってたかという、ね、狙いだったかというと、はい、フランスがその入ってこれなかったわけね、はい、アジアの利権に入ってこれないんで、うん、でフランスは入りたいでも入れないで建築しようと思ってるでフランスの本国の方にアジアってこんなんだよっていう感じで風刺画を送ると、はい、フランス人がガーッと落ちてしまう。でそれが売れる、はい、でそういうものをどんどん送る。なるほど。で彼は日本にいてお金持ちになって、はい、日本人のお嫁さんもらって、はい、遊んでまくってということをやってた。あ、そうなんですね。もうだから徹底的に日本人をバカにしてた、はい、彼の風刺画のあの本もあるけども、はい、単なるサルマネの東洋のサルっていうかありました、あの6名が、そう、はい、あんな感じ。だからあれがなんで日本の教科書に出るのか私にはもう絶対信じられない。あんなね日本人をコケにしてバカにしたあんな風刺画をねどうして歴史教科書に、はい、日本人が習う歴史教科書に使うのかって、うん、もう信じられない、はい、せめてその長崎の事件とかとどっちもあったっていうなら、うん、そう平気しないと絶対分からない。そうなんですね、初めて知りました。それはありがとうございます。